はいどうもパラプンテJリーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は小林監督復帰初戦ということで、本当ねもう後がない状態、勝利できっかけ作りたいといったギラバンズ北九州のプレビューですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、さあ小林慎二監督復帰初戦、さあ何を見せてくれるかといったところでしょう。今回はまあ予想したね、小林慎二監督変わりましたんで、多分フォーメーションもね変わるんじゃなかろうかというところなんで、その予想スタメン等をやっていこうと思います。よろしくお願いいたしますということで、こちらはですね、ギラバンズ勝ち点が20で20、今最下位というところですね。で対する、八戸は勝ち点が37で9位といったところが両チームの今シーズンの成績にはなっております。で、直近5試合はギラバンズ北九州が1勝1分けの3敗と、U のギラバンズの結果じゃないや、最近直近5試合の、結果となっておりますね。まあ失点はね、最小失点で抑えることができているんで、まあどこのクラブもですけどね、大体こう1試合平均の失点数はまあ 1.0 とか、本当優勝するクラブであってもね、1試合平均失点数は 1.0、1.1 とかにはなってきますんで、まあ失点は本当ね、最小失点で抑えているんでいいんですけど、いかんせん複数得点が取れていない、得点力不足に陥っているギラバンズにはなってきます。本当ディフェンス面は安定しているんですけどもね、ね、まあこうやっぱね、優勝するには得点力とか、ね、勝ち切る力ってとこが重要にはなってきますが、まあこと残留ですね。残留に関してよく言われるのは、まあ残留するためにはディフェンス、守備能力が高くないと残留は、難しいと言われている中で、ディフェンス面は安定していますから、そこはちょっとモヤモヤするところになってきますけどもね。で、八戸の直近5試合はね、大味なゲームが多いですね。なかなかに、大味なゲームが多い八戸にはなってきますね。点しっかり取れてますもんね。こんだけの得点力が北九州にもあったらなっていう感じがします。まあ、直近5試合が3勝1分けの1敗というのが八戸の結果になっておりますね。で、こちら。で、これが予想スタメンですね。まあ、4-4-2 システムにはしておりますけども、まあ、小林慎二監督って言ったらこのシステムですよね。やっぱり4-4-2、4-5-1 といったところが小林慎二監督の、特徴にはなってきますんで、一応この形にはしておりますけど、まあ、ゴールキーパー吉丸選手かな、まあ、前回もスタメンだったらそこは継続かもしれません。で、多分右サイドバックは坂本選手にするんじゃなかろうか。なんとなく坂本選手は右がね、いい気がするんですよね。なんとなく右は坂本選手で行ってほしい、右サイドバックは坂本選手の方が僕はいいんじゃなかろうかっていうのありますね。で、まあ、4バックにするのであればですけどね、4バックで行くのであれば右坂本、左乾選手、このね、サイドバックっていうところはしっくりはきますね。で、あとはやっぱ小林監督と一緒にやった村松選手とか、ね、本村選手、この辺がね、まあ、監督の、ね、サッカーというのは、熟知していると思いますんで、この2センターバックで一応組んでおります。で、ボランチはやっぱ長野選手とミケル・アグ選手、アグはやっぱボランチかな、うん、センターバックというよりも、まあ、ボランチでちょっと見てみたい選手ですよね。まあ、湘南ベルマーレ時代もボランチでやっていたんで、まあ、ここでいいんじゃなかろうかというのが僕の感想とか、まあ、考えですけどもね。で、まあ、両サイドハーフは岡田のせい、やっぱ点が欲しいですよね。正直、やっぱり、得点が期待できる選手で言うと、今、ね、野瀬選手、岡田選手、ここがやっぱ期待はできるんじゃないかろうか。まあ、岡田選手はちょっとしばらくね、ゲームに出ることで出ることができなかったですけども、まあ、最近やっぱゲームに絡んでいますんで、コンディションも上がっているんじゃなかろうかというところなんで、まあ、ちょっとやっぱり残留するにはやっぱね、サイドハーフの、得点力といったところも期待したいんで、まあ、このね、岡田のせい、ちょっと、まあ、調子悪くても使い続けてほしいかなっていうのは、僕の考えです。ですけどもね。で、ツートップは僕は前川選手が入るんじゃなかろうか。まあ 1.5 列目みたいな感じで前川選手が入って、中山選手もね、まあ、ちょっと長い時間見てみたいなっちゅう選手なんで、まあ、もしくはだからね、右にね、まあ、正直野瀬中山変えてもいいか、まあ、野瀬選手をゴール前でもっとねチャンス作るのであれば、もう野瀬選手をツートップの威嚇とかでもまあいいんじゃなかろうか。まあ、サイドハーフの選手なんで野瀬が右に入る可能性もありますけども、しかしまあ中山選手右か左に入る可能性もあるんじゃなかろうかっていう感じはしますけどもね。はい。で、こちら、これが数字的な話ですね。チャンス構築率のところには、なってきますけども、まあやっぱギラバンツの数字はあんまりよろしくないんですけども、まあ八戸もですけどもね、八戸もしかし、まあやっぱ攻撃の回数はリーグで一番多いで、しかしまあ攻撃の回数多いんだけれども、チャンス構築率があんまりよろしくはない。しかしまあシュート成功率とか、まあ得点数に関してはリーグで平均とか平均よりも上の数字が、並んでおりますね。で、ディフェンスに関しても大体リーグの真ん中からまあちょっと悪いぐらいの数字といったところ、まあいい数字もありますけどもね、意外とって言ったら失礼かもしれませんけどね、八戸もいいクラブだなっていう感じがしておりますよね。はい。で、こちら、
これが八戸のスタッツですね。今回八戸のスタッツのみ、出してはいるんですけども、まあいい数字で言うとですけどもね、まあクリアの本数が1位、まあクリアの本数が1位ということは、セカンドボールの奪い合いですね、まあセカンドボールとかイーブンボールの 50-50 の、ボール、こちらをどっちが、だからこのクリアボールどっちが先に触るかどうかっていったところなんで、まあこのクリアされた後のボールですね、そこを素早く、回収して二次攻撃三次攻撃につなげることができるかどうかといったところと思いますんでね、まあ本当、クリア後の処理、ここは北九州狙っていってほしいところになってきますよね。はい、ってことが重要になりますね。以上、バルプンテージルサッカーチャンネルのつつんです。よかったらチャンネル登録します。さら喜ぶよ。